小江戸ゼミは、カメムシメ、セミカに分類されるセミの一種。従来までの分類では属についてはティワイセンであったが、命名規約上無効との指摘があり、リリスツに変更されている。日本の北海道、本州、四国、佐渡島、サハリン、南千島に分布する。本州では、広島県が西源である。中国大陸北部から、 大昔の日本に移動してきたエゾゼミと異なり、サハリン方面から日本に移動してきた昆虫であり、純粋な北方系のセミである。なお、北方系のセミは日本ではこの小エゾゼミとエゾチッチゼミの2種類しかいない。全長48から54ミリメートル、体長34から38ミリメートル、全死回長90から95ミリメートルで、エゾゼミや、 赤エゾゼミよりも小型であり、九州エゾゼミや薬島エゾゼミと同程度である。胸部背面に W 字型の黄色の反紋がある。基本的に全境世界辺の黄色体は黒色部によって左右が切断されるが、途切れず繋がっている個体も稀に存在する。横から見た小エゾゼミ北日本では平地に見られ、本州中部以西では標高900-1500メートルの山地に、 生息する。7月上旬から8月末に出現する。新葉樹を主に好むエゾゼミと異なり樹種の好き嫌いはあまりなく、ブナ、ミズナラ、エゾマツあるいは白川、ナマカマドといった様々な樹木に頭を下にして逆さに止まり、ジーとなく。なお、その鳴き声は赤エゾゼミとよく似ており、震えるような独特のビート音が入るエゾゼミの鳴き声とは少し異なる。 とはいえ、両種の鳴き声を明確に聞き分けるのはなかなか難しい。また、交尾は V 字型で行われる。これはエゾゼミと全く同じである。エゾゼミや日暮ラしエゾハルゼミと同じく森林性のセミであり、通常は日中でも薄暗い森や山の中に生息する。ただし、森林の内部でのみ発生するエゾゼミと異なり、長野県北部では 人工的な公園で成虫が発生している例がある。さらに北海道でもそのような発生例が近年増加しているとの報告もある。これはエゾゼミと異なり、街路樹としてもよく使われている白樺や七鎌道も施行するこのセミの性質によるものと考えられている。ただし今のところ札幌市などの街中ではこのセミの増加は確認されていない。ありがとうございます。